皆さんこんにちは、なぜかネノハ YouTube の司会を任されました。今日はこの二方に来てもらってます。よろしくお願いします。陸と怪獣です。怪獣です。よろしくお願いします。なんかレイソルつながりでなんかこの3人が選ばれてるらしいんですけど、全くお題も決められてないというこの無茶ぶりにねえ怪獣。そうですね、まあ、和也くんともレイソルに被ってるわけで全くなかったんで。そうか、そうだよね。そうです。誰って感じ。怪獣やんみたいな、猫バスやんみたいな。でも出てんやろ、でも高校の時に。高校の時レイソルで。そうですね、ちょっとだけ。え、そうなんです。 ACL、 はい、ありがたい。見てた、見てた、見てました、見てました。高校で出たの。高校 ACL。 はい、怪獣やな、それ。17で ACL 怪獣だった。怪獣だった。え、リクとは被ってんの。被ってたんすか。自分の3年生の時、リクの1年生。はい、1、3。はい、めっちゃ怖いやん。どうやった怪獣。怪獣どうやった。めっちゃ安い。もう変わんないっすよ。今のも全然。あの家も近かったんで、電車も。電車も一緒で。あ、そう。はい、あ、じゃあ結構長いんやん。そうです、その時は。この間ね、この2人家来たんですけど。お邪魔しました。自宅に来て。はい、マジでうざかったっす。ひたすら肉食わしちゃったっす。肉地獄。肉地獄。めっちゃうまかった。苦しがってたよね。ちょっと苦しかった。おい、俊太郎見てたぜ。え、来いよ、来いよ。入ってこいよ。ちょっとウーバーワールドの話しようよ。だからウーバーワールド好きな、お前ら3人。ウーバーワールドって言ったら俺やろ。いや、滋賀ってだけで。いや、滋賀県の滋賀ってだけで。ウーバーワールドって言ったら滋賀県やから。なんちゃってやろ。でも自分はなんちゃってです。俺はなんちゃって。俺最近知り始めたんで、旬くんほどじゃないですけど。え、なんかマニアなの。本物っすか。本物なの、はい、リクとかは結構さ、タイのキャンプとかでバスで一緒なの。一緒なの。めちゃくちゃなんか、もうそれ聞いてさ、言ってたけど。そうですね、ライブ見るとテンション上がります。じゃあ何年に結成したの。ウーバーワールド2000年です。うわー、すごい。やりよる。やりよる。合ってる。じゃあ当時は一番最初始めた時は何人いた。今6人やった。7人です。あー、あー、すごい。え、なんで知ってんの。知ってすごい、すごい。え、知ってるよ、知ってる知ってるやから。何言ってんの。そうなんですよ。じゃあここでクイズ。俺見たんだよ。村田さん、しっかりリサーチしてきてます。いやー。じゃあ、ウーバーワールドの意味、漫画の結成した時の意味ね、いきます。1。いや、問題問題問題。クイズクイズ。自分たちの世界を作ってみせる。2つ目、自分たちの世界をも超える。世界には自分たちがいる。分かったんです。あ、順番に行こうか。これ外せへんよ、言うとくけど。俺は多分、お前ら好きとか言ってさ。多分分かったっす。俺昨日の夜からリサーチしてきてんやから、いろいろ。多分分かったっす。何。無いっす。お前は無いっす。はい。自分たちの世界をもっぱい。はい。無いっすね。2で。お前は知るだけやん。正解。あ、すごい。2だ。自分たちの世界をも超える。そこまでヒントもらったら分かっちゃったっす。ぽいよね。やるな。ウーバーワールド。デビュー曲は一番好きな歌はな。全然テクノだ。一番好きな歌はな。これはチャンスです。いや、選べないですね。じゃあこれ。いっぱいあるんだけどな。じゃあこれ。じゃあ、ウーバーワールドのファンとか、そのウーバーワールドに関わってる人に届くんの。届く。届くの。広報の人だけ。届くん、これ届ける。なんとかしてつながりを持ちたい。持ちたいね。いや、でも和也さんが一番近いっすよ。いや、俺行くよ、もうすぐ。滋賀コンサートとか行ったことあるの。ライブとかありますよ。それはあるっす。え、俺に全然似合う。全然似合うから。めっちゃ赤いやん。なんか俺、生まれたもん。もう浮気してるやん。曲はめちゃくちゃ聞いてます。いけるやろ。いやー、でも
だってそこまでだって届けてへんやん。だって毎回さ、例えばインスタグラムとかさ、ツイッターにさ、もう全部ハッシュタグつけるとかさ、ウーバーワールド、ウーバーワールド好きとつながりたいとかさ、やってへんやん。やってないのよ、これつながりたい言うてますわ。でもリスペクトが多すぎてできないってのあるよな。おこがましさ。そう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 。なんなのこいつら。これ届くんすか。届く。届いてなんかそのちゃんとコラボできるんすか。しましょう。スタジアムで歌歌ってくれるとかさ。いや、うわ、それは無理っす。いや、わからへんや。なんかのきっかけでさ、なんかそのわからんくないっすか。ライブもちょっと行ってお邪魔してちょっと楽屋に行ってもらうとか。うわぁ、理想だわ。そう、一緒にサッカーするとか。めっちゃ走るんですよ、昨夜。めっちゃ走るね、ボーカルの。あ、そうなの。毎日10キロ走ってる。で、一緒にトレーニングしろ。いや、無理したいっす。多分、俺らより早いよね。これ、レノファのサポーターで、ウーバーワールド別に好きなじゃない人、大丈夫なのこの会話。いけるよ、これ。好きなところ。いや、やっぱ一番は生き様っすよ。生き様？大きく出たな、お前。生き様っす。何がかっこいいの？生き様ってこと、どういうその発言？そのなんか、うん、分からへんから、それで。教えてよ、分からへん人に。そうですし、一つのことをやり続ける力だったり、そういうのを尊敬しますね。それこそ10キロ走ってるのなんて、どんくらいで？3、4年じゃない。毎日10キロ走ってるの、もう雨の日も台風の日も。ほんまに？イングランドに向かった時も。うぜやん。いや、ほんとっす。いや、マジで走りそう。1日10キロ毎日投稿してはんの？投稿はしてないです。ああ、でもやってるって。はい、まあ、でもブログとかでちょこちょこ出てきますよ、ナイキの。そんな好きなのアプリと。怪獣は全然好きちゃうやん。もうなんか俺も部外者やん。俺も今日はもっと知りたいですよ。お前 AKB 好きやん。 AKB は好き。お前行ってるやん、コンサート。今も良かった。でも本当に俺は好きやん、ね、AKB。 AKB 好き。俺、なんだっけ、あの須田あかりやん。須田あかりとか言う人いない。カネさん、ちょっと分からへんか。AKB の、いや、AKB で、なんか、博多座やってたの、劇団を。そう、それに、じゃあ AKB か HKT かどっちか分からないけど、その人に、こう、握手会みたいなの言われた。言われた。俺、握手会行って。行ったんすか？行ったよ、本当に？行ったよ。握手会っていうか、こう、見送りよ、見送り。わぁ、みたいな。ほんで、一人から、いや、違う。やめとけよ。いや、一回行ってみようと思って行ったら、はい、そうそう、すごい良くて AKB が、俺にかき氷投げてくれて、バーンうおーってなって、興奮して、うおーってなんかいいなって言って、まあ今、湘南のあいつ言ってんけど、誰だっけ、ひろかずか。そうそうそう、カズひろかず言って、めっちゃ感動して、で、帰りに、見送られる時にさ、あんなかっこいい、おしゃれですねって言われて、それで、もう絶対こいつを見せる。ただ AKB の話になっちゃった。おー、変えてきたけど。愛がないもんな。いや、愛が、愛しかないよ。そのウーバーワールドのなんか愛が分からへん、伝わらない、あんまり。その全然薄いもん。ほんまに好きなんかなって。俺の方がなんか AKB の方好きなんで、見られてる思ってるけど大丈夫。いや、確かに。マジで曲はもう全部してます。歌ってよ、ちょっと一発。いや、それは無理。じゃあ一回歌ってや。それは無理っす。カズヤさん、やめろ。いや、クイズやりましょう、じゃあ。クイズ？何のクイズやったやん、俺。村田クイズやったやん。だからうちの息子はお前の名前知らんから。怪獣言うとこ。さんにも怪獣。うちの夢もマジで怪獣って言ったから。ナチュラル。ナチュラルやったから。怪獣お茶飲むんとか言ってた。怪獣座って。どんどんそれできちゃった。じゃあさ、これさ、ウーバーワールドにさ向けてさ、メッセージ送れ、一人ずつ。そのなんかウーバーワールドに向けてこうと、自分の名前とサインと、でそれでウーバーワールド見るかもしれんやん、投稿。俺に頑張って。俺も俺みたいな薄い。そうだから2人で。そう、2人で。お前は AKB AKB じゃねえんだよ。お前、いや AKB マジでいいから。何書くんだよ。めちゃくちゃ好きやから。あげます、 AKB。 え、 AKB あげます。 AKB、 あ、マジハマったからな。
そうやん、だからそれがさ、伝わったらさ、その思いにさ、お前らの生き様見てさ、なんか、俺もなんかあいつら応援したみたいな、でなる可能性だってあるやん。すばかり全然、あれやつか、SKE やった。めちゃくちゃ有名やで、この人。知らんの？総選挙2位やで。え？その人にも言われてんの。総選挙2位？マグラおしゃれ。やっぱこれがね、こういうきっかけがめちゃくちゃ大事やから。あの一言でやられたよ。お前ら、俺は普通の文章やから、お前らあれやろ。頼むで。俺から言っていい？はい。落ちでも大丈夫です。いや俺ガチガチやから。ガチですか。俺、そばあかりさんへのメッセージ、いきます。10年前じゃないいやめちゃくちゃシンプル。めちゃくちゃシンプル。思いを届けって感じです。いやー嬉しかったんよ、あの一言。でも俺らもそうなんだよ。だからさ、サポーターに対して一言言ってあげるのがめちゃくちゃ大事なんだよ。それを俺は AKB で学んだ。来た、ウーバーワールドへ届け。大事なのはハートとアート。このウーバー分かる人にしか分からないと思うんですけどね。分からないな、癖が強いな。そうなんですよ。これ分かる人に分かるんや。分かる人に分かる。分かる人には分かります。へー、大事なのはハートとアートっす。よし、この人は分かってないっす。俺とお前はもう人間やけどね。怪獣、どう？アートです。これはもう、これはなんちゃってかな。そうだね、最近のアルバム。じゃあ、いいか、うん、私、はい、私、小川俊太郎、ウーバーワールド向けてシャウトラブ。いやいいよ。なんだ、いいよね。癖が強くて分からない。これは伝わると思います。2人で理解がしまってるけど、分からない。愛を叫ぶには、はい、拓也くんちそう、はい、はい、じゃあちょっと、2人でちょっと、じゃあ、ウーバーワールドに向けていつか何かコラボしてくださいみたいな、はい、いつも歌聴いて力もらってます。これからも頑張ってください。歌聴いて力もらってます。これでコラボ決まったね。決まりました。歌は意思に振るんじゃない？ウーバーワールド。で、一緒に走る日がさ、10キロ。いやそれはもう来るよ。知っとかないと。いや、それだってイメージしてへんから、お前ら。いや、イメージします。なんかちょっとなんか無理やみたいな。いやでもマジで、あの男祭り、男祭りの時に知ってるんですよ、ね、はい、男祭りあって。男祭りでない、それは知ってます。説明、あの男性限定だ、はい、男性限定ライブだって。でも史上初の東京ドーム4万5000人の男祭り、俺行ってきたんですけど、その後マジで俺走り行こうと思ったんですけど、風邪ひいちゃってもうアウトで会場どう？風邪ひいちゃったんですけど、39度のこれ今それこそ風邪ひいた状態で行ったなんて言っていいかわかんないですけど、39度出ちゃったんですよ。でもそれでも行かなきゃなと思って車乗りながら、歌に微熱39度っていう歌あるんですよ。それ聞きながら気合いっていきました。会場どう？アウトです。ダメしか言わないんや。分かったよ、お前らのな、愛は。確かに伝わった。そう、伝わったから全然違います、ね、これを何らかの形でやっぱ届けたい。本当に俺もやっぱ滋賀県出身やから、何らかの形で。あとですね、生まれたのは大阪なんですけどね。そこに育ったなしが、そういうところもあります。なるほど。草津で立ち上げたからね、滋賀県の草津市を。しっかり最初の夢聞かれた時なんて言うのかって、君たちどういう風に、どういうアーティストになりたいんだって言われたの、うん、え、あの日本の武道館でやるアーティストになります。だからお前らもここで宣言しといたらそうなるから。そうですね、歌書いてもらえるんじゃない。うわどうすか。怪獣その気になってますわ。いけると、おー、いける。試合前はでも、試合前はモチベーションになります。いいモチベーション、はい、絶対聞いてます。
試合前のプレイリストはもう良かったです。俺もライブで、これで多分山口県でウーアーワールドがもうかなり広まるっていうことで、よろしいですね。そうですね、広まりますね。これはかなり広まります、ね、視界に回ってるやん怪獣コメンテーターみたいなまあいいかな、こんな感じで、はい、終わってみてなんですけど、まあ、ウーバーワールドへの愛を、語ってみてどうですか、小川選手。いや、語れる場があってよかったっす。ちょっとうずうずしてたんで。あ、本当ですか。愛を避けるとよかったっす。よかったみたいです。じゃあ、一番愛が強いと思われる田中選手、どうですか。まあ、まだ愛は伝えきれてないんですけど、まあでも少しでもこういう場があって伝えることができてよかったですし、少しでもウーバーワールドにも興味を持ってくれたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあこれからも2人がウーバーワールドへ愛を伝え続けるのに期待して今日は終わりたいと思います。お疲れ様でした。新しい時代に足跡つける。俺たちが違う、そこで抜けちゃうの忘れない